こんにちは、クテツチャンネルのクテツです。今回は鶏そぼろ弁当を作っていきたいと思います。材料、鶏そぼろ、鮭、本命みりん、醤油、ご砂糖。それでは作っていきましょう。まず、煮込んで、とりあえず入れます。この次に酒みりんを大さじ1入れます。っていうことは大さじ何まであるの？大さじ3まであるのか。あれ、開けてない。大さじ1、めちゃ雨じゃん今日。うん、雨じゃない。あ、この音。大さじ2、めっちゃ大雨じゃん。これめっちゃ大雨じゃん。やめ。まあそもそも雨聞こえないんだけどね。いつも雨聞こえないんだけどね。なんで今日は聞こえないんだろう。あったまるまるちょっと落ちます。白くなる。てつくん、はい、それでは肉を入れていきましょう。ちょっと綺麗に入れてくる。はい、それではこれは自分に食べます。じゃあねー。